こうやってつながるのっていいですね。皆さん見てください、一票一揆、こういう時間にみんなでつながりましょう。あれ、ダメだね、デンちゃん、大ちゃん電波悪いね、うちこれちょっとね、あの道路の近くで大きいトラックが通ったりすると、あれだろうね、あれだろうね、なんだろうな、無線で飛んじゃうんじゃねえかな、無線で。なっちゃんのお母さん、ありがとうございます。今日飯野さん行って、鶏肉買ってきてくれたっていうことで、本当に、どうでした？美味しかったでしょ？こんばんは！放送禁止芸人の、オールナイト、一本釣りの時間がやってまいりました。こんばんは。大ちゃんの一票一揆の途中でオールナイト一本始めちゃいました。もうそろそろ一本いっとくみたいな、一本いっとこうみたいな、俺もいっちゃいたいみたいな、ライブ配信できるようになりたいね、俺も。で、ライブ配信できるようになったら、そうだな、俺なんかもう残んなくていいから、もう音楽で始まるね。で、もう曜日も決めない、いきなり始まるって感じですね。しかも大体朝方ですね。もう夜やんない、もう早く寝ちゃうんで、もう朝方やりますね。もう3時とか、もういきなり、てってれっつって、どうもーっつって夜中に始めて、で、1時間ぐらいやって、で、俺の、まあ、やれるようになったらですよ。1時間ぐらいやって、もう、まあ、残んないですね。全部音楽かけるんで、もうリクエストの音楽かけたり、その視聴者と話したりして、このラジオみたいな感じで作りたいですね、番組は。オールナイトニッポンみたいな感じで、いろんなコーナー作って、例えばもう本当にね、楽しめる。もうなんだろうな、政治だけじゃなくて、いろんなことを楽しみながら、政治の方に話が持っていけるような、番組にしたいですね。俺はね、俺はやっぱりエンターテイナーなんで、あくまでもエンターテイナー！お笑いと、全然笑えねえんだけどね。内容はつまらないんだけど、人間が面白いって、お前ネタつまんねえって言われてんだよ、俺いつも。失礼だろ、お前。失礼だろ、お前。ネタつまんねえ、ネタつまんねえって。ねえ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃって、エロいんだってのネタはエロしかないって。どうします？エロいしかないネタ、エロいネタしかない寿司屋行ったら、はい、いらっしゃいませなんて、ね、いらっしゃいませなんて言われて、どうしますつって、エリンギーなんつってね、まったけーなんつってね、エロいものしかないですねーなんつってね、どうしたんですかこれなんて、ね、やばいですねー。トロタクなんて、トロタク聞いただけなんか、エロいなんてね、トロトロしそうみたいなね、トログレーなんてね、トロ、いやもう、炙りでーなんて、全然いやらしくねえのに、炙りまでいやらしく感じちゃうって、もうどうしようもねえな、もう。まったけのお吸い物ってもういやらしいの連チャンって、まったけ押すんじゃないよーみたいなね、爪切れ爪なんて、すいませんなっちゃう。すいません、ほんとに。爪切れバカみたいなね。受けてくれてありがとうございます。いやもうほんと爪切れって話なんですから、優しい人が好きって言ってるのはですよ、優しくされたいの、激しくされたくないんですよ。ハゲは嫌いなんだよ。あ、違う違う、ハゲは俺さ、激しいのがお好き。いや勘違いだから、激しいのがお好き。激しいのは恋愛だけでいいんですよ。情熱的に愛し合うことだけでいいんですよ。気持ちだけでいいんですよね、女性はね。激しいのはね、優しくタッチですよね。ソフトタッチ、フェーザータッチ、もうね、触るか触んないかの、もう俺究極にエロいからね。もうあのね、女性にね、エロって言われるからね、俺エロって。もうあの、いやいや、あれですよ、
一般のとこでエロって言われるんじゃないですよ。ベッドの中で言われるんですかね。勘違いしないでください。一般のその辺でエロ言われてるんですよ。じゃあ変態ですから、ただの。あのね、二人きりになって、そういうムードになって、スタートした瞬間に、エロって言われるんですよ、俺は。エロいんでしょうね。触り方とか。エロいんでしょうね。あの抱擁の仕方とか。キスの仕方とか。エロいんだろうな、俺。わかる？俺、エロいもん。大体俺ね、もう幼稚園生で、うちのおふくろとね、三つ街道の小網屋に買い物行った時に、マネキンのスカートの中入っちゃうような男ですよ。迷子になっちゃうような男ですよ。それでね、もううちのおふくろがね、迷子を呼び出されてね、来てね、もうね、恥ずかしがってましたよ。あとね、あ、そうだ。砦一緒に捕まった時、公衆わいせつ罪ですよ。あれでおふくろ迎えに来た時も殴られたな。砦一緒で。迎えに来て、真っ赤な顔して、この、バカ野郎つって、おふくろ恥ずかしそうだったな。公衆わいせつ罪ですよ、俺。この公衆わいせつ罪何かって言うと、俺の同級生で沼尻春下って言うのいたんですよ。あれね、矢田部高校のバンハって言うの俺のためで、そいつがね、俺んちしかビデオなかった。俺んち金持ちだったから。当時ビデオなんかないんですよ。俺んちにビデオ持ってきたんですよ。洗濯屋ケンちゃん。ね。沼尻、まあ、焼き鳥ケンちゃんってのもやってんだ。沼尻春さんち焼いたでね。焼いた教師の近くで。焼き鳥ケンちゃんよろしくお願いします。美味しいから。焼き鳥ケンちゃんの息子のね、沼尻が洗濯屋ケンちゃん持ってきたんですよ。お前ケンちゃんつながりがあって、お前ふざけんなって、お前んちの親父もケンちゃんだろって。お前洗濯屋か、焼き鳥屋ケンちゃんだろ、お前んちはって。洗濯屋ケンちゃん持ってきて、帰りにね、職質受けたんですよ、お周りに。洗濯屋ケンちゃん持ってるじゃないですか。ほんで、俺んちで見たこと喋っちゃうんですよ。喋っちゃダメだよ、ヤンキーは。なんでも撃っちゃうんだから、人のこと。ダメダメ、不良は撃っちゃう。喧嘩強いだけじゃダメ。で、で、俺しばらくしたらね、警察から呼び出しくってね、行ったらね、いろいろ最初はなんか聞かないですよ。いろいろね、レイプしたことあるかとかね、いろんなエロの話ばっかり聞かない。何俺悪いことやったのかなんて怖くなってきちゃって。あれ、余罪調べてたんだよね。エロいことやってねえかとか。で、結局何もやってないから。で、最後に出されたからビデオ出されたんだ。何かなと思って、何ですかこれって言ったんです。そしたら洗濯屋ケンちゃんって書いてあった。あれなんだろうなって思い出した。春下と思って。の野郎と思って。で、そこから取り調べやって、結局ね、ビデオのスイッチ押した人、あれね、被害者いないんですよ。みんなに見せちゃったスイッチ押した人が公衆わいせつ罪なんですよ。ありえます？ノーカットのエロビデオのビデオを俺、スイッチ押しちゃったから俺の公衆わいせつ罪。俺積んで家庭裁判所ですよ。で、家庭裁判所はお父さんと言ってね、つって。その時だけ親父が来ました。アディオス。